っ。Dervish Basan Balota. Alson Hunnigan Heads Alf! Karadit Samurai Bach Tarzan! Yamar Nigam Haru! Ten Kragdach Gulbita! Yav Chach! Ekta Vazavchta! Achad Uchivo Ukir Bolokno! Шүйч, тийм ээ. Бой, өнөөг их ч хардаа. Бери, пипэ, хин бэ. Аа! Чи нохтлоо самрай. Bruce!
見た者がいるだろう。吐け。何も知りません。白を切る。嘘か。知らん者は知らんのだ。お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。私は三郎、ウムギでは名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る。猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見た者は。おらぬか。
ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った？それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。昨日着いたばかりなので何も。島を出る話をしていた家族は？裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。どうか切らないでください。何も知りません。逃げおったぞ、捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる？止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな、俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた？西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ参りましょう。ま、まず御前にご挨拶。さあ、ご覧ください。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。
島に攻めてくる前、猛虎は内輪もめをしてたって聞いた。カラクリだけでは飽き足らず、身内同士で戦ってたってことか。ハーンは自分の兄弟とは。血だ、指の傷がちった。お主が五郎か。だったらどうだったんだい、そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことずかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。小茂田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。島の民すべてを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。お主が誠の役立たずなら志村殿は頼みにせん。俺んちはここだ、入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では赤島で。酒井様。ゴロ、いつまで隠れる気だ。中にいるんだろ。今すぐに出てこい。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。娘を見てないかい。救命、どこだい。殺されるかと思ったら急に消えたの。太刀を鍛えて差し上げましょうか。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。
け？何をしておる？雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。ほっ、父上、家族の敵は打っとる。足立のじじいもその一族もこの世から消えて、スペは気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。誰かいるのか？何か音がしたか？自慢の子だろ？当然だよな、吉平。お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。
酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろ。誰だ。薄汚い泥棒め。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。雅子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。鏡、奴らに見つかる。セクセス。浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来と連れてくないと。兄さんはよく承知でいられるな。俺は殺しちゃいない。毒を流しただけだからな。畜生だ。雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがお村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おれ、私の獲物を。畜生、死におったぞ。文があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。
つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。サブローの妻子はどこにおる。よし、尋常に勝負。助かりました。無事でよかった。どういうことです。船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか。いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。間もない。これはサブローの息子のものであろう。知らせてやらねば。
少しつく。さあ、うちの道具を見ていってください。お帰りで、それで私の家族は。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。己が役立たずが。なんと昔かと許さんぞ。三郎、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。みんな飢え死にしちまう。酒井様。あれは